クックマン TV。 寒い寒い、だから中でやろうっつったんだよ。本当に今日は何ですか。いやね、うん、いろいろ番組始まったけども、うんうん、今回は、ある食材を取ってきてもらおうと思って。おお、食材、うん、呼び出したんだけども。なるほど、何すか食材って。なんでもね、うん、10年に一度しか生えないという伝説のタケノコがなんと今年生えてるって噂を聞いたんだよ。すごいね。あ、なるほどなるほど、うん、そのタケノコを使ってラブラブクッキングをやると。そういうこと、そういうこと、なるほど ね、 ね、だからあの暇なやつらがいるじゃない。いるね。あいつらで、うん、あいつら、あいつら、うん、あいつらね、うん、あいつらに、うん、ぜひともそれを取ってきてもらいたい。まあ面白そうだ、うん、それでね、うん、今日はね、うん、そのね、うん、タケノコが取れるというね地図を書いてきたから、はいはいはい、うん、これを、はい、あの二人に渡して。わかりました。取ってくれるように言っといてくれ。わかりました。じゃあこれ行かせましょう、うん、はい、伝説のタケノコ待ってるぞ。いや今日はですね、タケノコ取りに行くということで、早速行くメンバーたちをちょっと起こしたいと思います。入った入った。おはようございます。起きてください。ほらうるせえな。うるせえなじゃない、乗り寄ってんのこの人。痛いよ。行きますよ。竹の子、竹の子取り行くんでしょ。お母さんお母さんじゃないよ。明日にしね。明日じゃないとダメですよ。ほら、起きてください。行きますよ、もう。だって、行きたくねえよ。行きたくねえよじゃないでしょ。全然知らないところなんですけど。どこ行くんですか、今から。タケノコ全然見つからないんですけど、どこにあるんですか。分かんねえよ。行って。なんで俺投げなきゃいけないんだよ。行って。ねえ。え？嘘。終わり。なんで？伝説のタケノコ？取れなかったのかな？え、なんで？寒いな。だから中でやろうって言ってたよ。いやだけどさ、いいやじゃん。今回しょうがないから、うん、もうあいつらには、うん、とことんね、いろんなチャレンジをしてもらうから。ああなるほどね。次回に期待してください。うん、いいですね。それではまた次回。さよなら。昭和好きだよ。